コロナドブリッジ。コロナドブリッジの下のとこかな。そう。ベースのとこだね、近く。公園で撮影してます。土曜日。これから土曜日ちょっとセルフ。セルフケアサタデーをやります。やります。お話ししたいなって感じ。そう。シェアしていこうかなと思ってます。今日のセルフケアサタデーは、いろんな人がちょっと亡くなってるから、そこの会話しようって言ってたけど、ね、なんか死について死で で死について話。すごいな、最近あれでしょ、お友達亡くなったんでしょ。そう、今日先週の月曜日に、そう、またね、同級生亡くなって、いや痛いよ実際、はっきり言えば。やっぱりしかもめっちゃ近いから、しかもさ、友達が本当なんか友達の友達でつながってる友達でさ、まあ今だから日本の自分の友達、多分今この間お葬式だったと思うし、今みんな辛いと思うけど、こうなんか、まあ、そこで感じたのが、その、まあ、インスタグラムで連絡来て、知らないと思うからって教えてくれたけど、やっぱその子に対してのイメージが、ね、思い出とかがいい思い出でいっぱいあったんだけど、聞いた瞬間に、なんか、死んだって聞いた瞬間、そう、聞いた瞬間に悲しい思い出に変わって、なんか、はいはいはい、なんか悲しい設定に なんかもう全部悲しくなっちゃって、うん、でもそれまでの彼女の考えてた思いって、うん、あ、マジ楽しかったなとか、うん、すごいそういう思い出しかないのに生きてたんだよね。そう、思い出が、そう、思い出が生きてて楽しかった、うん、それも変わってないんだけど、でも死んだって聞いた瞬間から、そのなんか楽しかった思い出が悲しくなってきてでも心地よくないんだよ、気分が。でも今なんか、どういう風に悲しくなったの？どういう風に考えてたの？なんか、だから日本に帰った時にいつでも会えるって思ってた人がなんかいない。はい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 、まあ、前回もね、会ったしさ、うんうん、みんな集まってくれたよ、うんうん、ワイレイリーズってね、うんうんうん、会ってみんな来てくれてさ、みんなでさとか思うと、やっぱそこに緑いないんだなとか思うなとかなるけど、うんうん、まあしょうがないよ、だからそこじゃないんだよっていうところにやっぱり気がついて、なんか感覚が違うんだよね、今までとは、うん、で その考えも嫌だし、心地よくない、でその心地でいたくないし、やっぱその友達とも、でも悲しいって気持ちもある、ある、うん、でもそれってさ、その設定じゃん、その人が死んだらこういう風になるっていう設定がもうあるからこそ、この流れになってるっていう気がしてるっていうか、人が死んで悲しくなるのが当たり前、そうそう、でもやっぱなんかね、自分ケアじゃないけど、何、いろいろスピリチュアル勉強し始めると、ソウルが死んでないわけよね、魂ね、そう、で肉体がなくなって、でも緑のソウルはまだいてさ、子供のとこにもいるんだよ。私が会いたいって思えば、私アメリカにも来れるし、ね、来れるし会えるんだよ。こういうことだよね。だからこうやって考えたら重くないし苦しくないから、まあ、今泣いてるけど、でもこっちの気持ちのが気持ち、心地。めっちゃ感じない。すごい、すごい。いや、だから緑でもこうやって会えるんだなと思うけど、うん、いるよね。そう、でもやっぱりいろんな人を見て、うん、今回やっぱりシンクロするんだよね、うん、でそのシンクロがやっぱりさ、その人の命日でとか、そのお墓参り行ってる人とかのよく見たりとか、なんか人が死に対して見てるものって本当にみんな人それぞれ違うと思うけど、なんかまた自分が、私本当自分の周り死んでる人が多くて、若くして、でも死に対しての
今までの思いがすごいね。うわー変わりました。すごい。いや本当に死に対しての感が変わったの。なんかしょうがないんだもん、その人が選んできたんだと思う、うん、それがまあ周りとかもさ、タイミング今じゃないよとかあるかもしれないけど、やっぱ最初に選んでその肉体選んできて、うん、多分死ぬ時も多分選んできてるんだよね。選択してると思う。で そこに気づかないで忘れててね、そこの時に周りの人残した人とかに会っちゃうかもしれないけど、だからそのだからさ、それじゃん、私だから周りに残した人とか別に残してない。そう、残されてもないんだよね本当は実際。そうだ、だって私たちも生まれたいと思って生まれてきてるからね、取り残されたとかじゃないし。だからやったと思うとそうなるよ。だからその考え方の違いでそこにいっちゃうと自分も苦しいし、うんうん、その周りの人も悲しくさせるし、じゃあ残された家族がかわいそうってその周りの人が言ってたらその家族はもっとかわいそうだし、うん、でやっぱりそういう気持ちにも出てきたし、うん、したら私自身もやっぱそういう考えじゃない方が私が気持ちいいしさ、うん、自分が死んだ時もさ、うん、嫌だよね、そうやって思ってほしくないと思っちゃうよね、うん、思ってほしくない。だってもしかしたら、うん、じゃあ私が死んでさ、めっちゃ泣いてる、いるよーみたいなさ、なってるかもしんないじゃん、見えねえんだみたいな、うん、でもあるよね、そういう体験っていうか、まあ、ちょっと泣かなかった、誰でも泣かなかったらちょっと悲しいかもあるけど、もしかしたらこのもうこれが当たり前だからさ、うん、悲しいのが当たり前だから、うんうん、お前だから逆にだからさ、じゃあ誰も悲しまなかったら自分の存在価値がなかったみたいな感じで捉えちゃったりとか。だからってそういう映画を作ってるじゃん実際、あのポロロコだっけ、ディズニーのやつ、メキシコのさ、うん、映画あるじゃん、あの男の子が、そうディズニーのやつ、あの歌歌ってさ、あれもさ死んだ人家族がいっぱいいて、うん、その代々の家族、うん、あの誰かが思い出してあげてないと、あの写真を飾ってないと、うん、その死んだ世界でもあの生きてられないっていう、ああ結構深い映画で私はすごい好きで、そうだから死んでもその人のことを思ってようっていう、うん、誰かしらだから覚えてたりとか、その死んだ人の話、じゃあひおばあちゃんとかの写真を撮っといて、あなたがこの人がいたからあなたがいるんだよみたいなのがあると、その人は死んだ世界でも魂は生きてるけど、でもその誰も知らない、だから自分が何も残さないで、いや音楽も何もやらない、学校も何も出てきもない、何もなくて本当に生きてるだけで死んで、その魂はその今生きてる人が知らなかった、会話もしなかったりとか、自分のじゃあその人息子もいない、子供もいない、じゃあもうねないよね、どんどんどん 何十年前だったらさ、その人のこと覚えてなかったら、その人の写真がなかったら、その人はその死んだ世界でも価値がないっていうか、なんていうの、すごいストーリーになってるよ。すごいストーリーになってるよそれは。私はそこ。びっくりする。でもそんなわけあるの？逆に聞きたいんだけど。違う。待って話が飛びすぎた。うん、まあでもそういう深い話。そういう風に考えてる人もいるよね。そうそうそう。あの映画見たら私のそれは考えだからね。みんなそれぞれ考え方違う。そうそうそう。まあなんかそういう考えがあって、だからやっぱり。なんか死ぬっていうのがまあそうだよね、なんかすごい深いなと改めて思った。前なんかさ聞いた話の時はさ、なんかあそうその質問ね、一つ今日あの友達からもらったのは、そうじゃあ例えば自殺についてとかもどう思いますかみたいな感じの質問だったんだけど、
前にあみつさんかな、なんか YouTube で見たやつが自殺もダメみたいになってるけどさ、自殺も自分が死んでそう、自殺じゃない死に方、うん、でも全部自分でやっぱ死を選んでるっていうか、その時に生きるか生きないかっていうのは、で全部自殺って捉えれば全部自殺なんだよ ね、 そうだね。病気の時もそうじゃん、苦しくてじゃあ病気になったとしてもそこで生き続けようと選択したら生き続けるじゃんと思ってるよね。わかる、私もそうよ、全部自殺なんだと思う。まあ、なんかそこでね、殺された人とかね、そういうの人はどうなんだとかあるけどまあそれもそうなんだと思える。もうだと思われるっていうか、やっぱりさ、いろんな考え方があるけど、ある、うん、なんか最終的には自分が本当に心地いい、どう思いたいかじゃない。じゃあじゃあ例えば自分の周りがそれで死んで殺されても、うん、どういう風に信じたいか、どういう風にいたいかじゃない。それがそうだとしても、うん、それを考えて、じゃあ相手そう殺されたからとか思い続けてれて、そう苦しい、うん、って言ったらまたそこは違うと思うし、うん、戦ってるんならね、うん、これは間違ってるってやってたら苦しく なったらね、間違ってるいいとかじゃないけど、心地は良くないよね。心地よくないね、うん、って思ったらやっぱりそういう考えよりは、うん、こういう気持ちの方が、ね、心地はいいよね。そういう選択だよね。私やっぱり死んだ人もいるしさ、うちらの周りでもさ死んでいった人もいるし、いや、ね、めっちゃいるよ。でもさ本当に出産もあるじゃん、うん、同時に、うん、何人子供だって、安子さんも生まれて、ヤーナもこの間生まれてって言ったら、みんなポッポ生まれてる。そう、二人も新しい命生まれてきて、自分たちの周りは破壊と再生です。そう、そう思うとさバランス取れてるなっては思うよね。そうだよね、うん、そうだね。いつもそれが一つになってるっていうか、そう、会話もさ、なんかそう、なんかあ、じゃあもう一人友達、タカコちゃんの色々喋った時にさ、こう会話してる時にタカコちゃん知らないんだろうなみたいな、なんていうの、私も言えなくてさ、タイミングでさ次の日に言ったけどさ、なんか悲しい選択に持っていこうとするって言った。全然楽しかったのに、普通にメールがなんか知ってる、実はさ、そう知ってるって、あのテンション、本当エネルギーの変わり方を下げて言うみたいな。そのエネルギーが分かりすぎちゃって、自分で何やってんだろうみたいな、自分に対して、あ、これ稽古待ってみたいな、これ私がしたいのみたいな、何るよ、ね、そうわざわざ下げてるよね。そう、しかもなんかじゃあみんながそこに今みんなでじゃあ Facebook またサインアップしたんだけど、その子のこと語ったりとか、悲しいねって言い合ってたりとか、そういうの見たらまたそっちの世界入って悲しくなるんだけど、悲しいの世界な。でも私はそこにいてないんだよ、聞くまで。別に聞かなかった方が良かったとかそういうのじゃなくて、ね、あの教えてくれて嬉しかったし、やっぱりそのことにだから対してさ悲しいと捉えるか、そうってことでしょ。そう、それがそう、死イコール悲しいって思ってれば、うん、報告した時に悲しいっていう選択するし、でもそこにあんまり行かなくなった。なんかジミーが死んだ時もそうだけど、なんか日本に帰っていつも会う人がいないって思った時に、それを想像して悲しくなってたけど、でもまず起きてないじゃん今で実際に今 いなくて連絡も取ってないんだよね。でその時に撮っていなかったら、じゃあ連絡取れなかったら、あ、取れなかったかってなってんのに、じゃあ連絡取れなくて死んでたら悲しいしみたいな、なんかお前誰だよみたいな出てきたんだよねなんか都合いいっていうか調子いいっていうか、自分的にね
今まで勝手にどっか行ってるくせに、そうやって聞いた瞬間友達って言われないけど、全然友達だけどね。でもなんか、でもそんなことって切れないから、ね、そうなの、そうなの、いつか私たちも死ぬし、そうなの。だからそこで入ってでもしょうがないなっていうのやっぱり、なんかいろんな捉え方ができるよね。例えばなんて言うんだろう、じゃあ友達なくなってね、やっぱじゃあ悲しい、ああいう思い楽しかったなって思ってさ、それでなんか悲しいっていうかありがとうっていう気持ちがいっぱい出てきてさ、なんかそっちの方が気持ちいい、気持ちいいっていうか、ありがとうみたいな、また会いたいね、そうそうそう、そっちの気持ちの方が気持ちいい、確実に。でもなんかそうじゃなくてさ、なんか例えばお葬式とかもそうじゃん、親戚とかでも死んでさ、じゃあこれから大変なのとかさ、勝手になんかそっちの方向に持っていく設定多いじゃん、大変だねとかさ、で今度なんか保険がってなって、起きてないことをまず起こして話す、そう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 、いいよね。しかもその起きてないことを話すことがいい悪いじゃなくて、さらにその起きてないことを話してる出来事が全然楽しくないし、心地よくないしっていうこと、だからそのやっぱりさ、現実を話すことの大切さよりも自分が心地いいことを考えて言葉に出してるっていうのも、やっぱそれ意識し始めるとどんどん本当に行動が変わってくるって、行動も変わってくるし、自分が心地いいっていうのが本当長続きする、でもやっぱりさ、なんか人間的な常識みたいなんでさ、入っちゃうとね、そういうことばっかり考えてたらダメっていうか、楽しいことばっか考えてたらダメなんだよみたいなあるじゃん。それがテレビでよく言われてる、楽しいことだけじゃないとか、そうそう、人生そんなうまくいかないとか、ないとか、じゃあそう思ってればっていう思いたいければ、でも本当に実践してみて、行くんだって、うまくうまくいくんだよ本当に。人生何事もうまくいっちゃうんだよ、行き過ぎちゃうぐらい信じたら、そうで私は思ってる、私も思うわ。それがもしかしたら、だって人によって違うじゃん、人はでも私の人生見てうまくいってないって思ってる。ああそうだね、そうだから、そんなのどうでもいい。そうだから、この間も恵子ちゃん大変だと思ってさとか連絡して、大変だと思ったらもっと前から連絡して助けてくれよ思ったけど、でもまあそう、大変って思ってる人はね、大変と、どう思いたいかはその人次第だけど、実際幸せだし楽しいよね、楽しい。でもそれが一番じゃない、だって、相手のことを思う時も そうやって思われてた方が嬉しいんだけど、私も、あ、稽古楽しくやってんなって思われてた方が嬉しいけどさ、結構大変。でもやっぱその考えってさ、自分自身が楽しくないと楽しい考え出てこないんだよ、悲しい時に楽しいアイディアって出てこないんだよ。そうすると人がさ、ちょっとなんかジェラス、いいなーになっちゃうんだよね、楽しんでるな、いいなーとかさ、そうそう、なんか自分が楽しいと、ね、私だけ違うみたいな、自分に忙しいだろ今さっきレアカって言ってた、一人女の子が、なんかみんな可愛くやってて、みんなお化粧してて可愛くていいなーって、多分5分ぐらい前の話だけど、言われ、あ、そう、私は全然化粧してないし、めっちゃしててめっちゃ可愛いんだよ、なのに恵子ちゃんから見たその子は全然可愛い、可愛いよ、可愛いし、めっちゃ全然してる、私より、ただ本人がそう思ってないだけで、だからつけまつけしようかなとか言ってたけど、あ、じゃあ行くって、しなくても別にどっちでもいいんじゃないって、やりたけやればいいんじゃないっていう話したら、可愛いし、なんかそういうのしなきゃ可愛くないみたいな、いやいや可愛いじゃんっていう、その違うよ、それ関係ないよ。でもさ、日本ってさ、結構じゃーん、あれだよね、お化粧しないと外に出れないとかいろいろあるからね、世界違うところあるから。確かに確かに、でもだからそうだよ、でもみんな化粧してるから。でもさ、それをさ、国民で変えてこうよ、国民で国民で変えてくる今の政治何も関係ないけど、そうやって言ってる人たちがみんなで自分たちを変えてるわけじゃん。そうだから、自分たちがそうじゃない世界も変えられるし、そうだからって言って、その世界にいたらその世界なんだから、
それをでも私はってどんどんやっていけば日本もそんなもっと奥の世界にあるんじゃないかなと思うよ。基準がね、うん、全然しちゃっていいと思う。結構さ、だってすっぴんってみんな可愛いよね。私結構友達のすっぴんとかパートナーいつもと違うじゃん。でもなんかそのままの男の子は言うじゃん、すっぴんの方がいいって。でも女の子はやっぱり化粧しすぎてさ、それもまたそれぞれだ。確かにだって多分それで化粧してない子が多分罪悪感とか思ってたらお前化粧しろよって多分人を引き寄せてる。確かに確かに。だって私がずっと化粧してなく最初からね化粧してないってやった人、うんうん、で Facebook とかじゃないインスタとか交代した時に、うん、えこれお前って言われて化粧したらこうなるみたいな化粧した方がいいじゃんとか言われると、うん、ドキッとかなるけど、うん、ね、でそれでやっぱりねどうなんかやろうとしたりとかしちゃうけど、うん、まあその時次第だね。そのそれでだから私がいや化粧してないくってその時に多分エネルギー的に、うん、あ化粧した方がいいなって思ってた実際そこでだから多分そのエネルギーで多分それを言われたと思う。あるよ、うん、やっぱり何かしら思ってたもんその時自分の化粧してるしてない私に完璧だと思ってなかった。そこに対して自分で何か責めてた自分がいたからやっぱりその引き寄せだもんね。すっぴんでもどうせ愛されてるやっぱりまだできない私そこはどうせ愛されてるその気持ちがだから入れれば全然もうそうだだからそれでそれの、ね、そういうセルフケアをだから自分でする大事さってやっぱりそうだね。だからさなんかホットトイレの鏡の前とかでさ自分でこうもう愛してるよみたいな綺麗だよこういうのは本当に大切だと思う、ね、私の歯ボロボロだけど可愛いよとかさ眉毛ないけど大丈夫だよ可愛いよとかさ何でもいいんだよ。そう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 自分の気になってる嫌なとこもさ好きになってあげることから多分セルフケアだよね。セルフケアそう、ね、自分の嫌いなところも含めて受け入れることが大切だし、うんうん、そうだよね。そうだね、気にしてることいっぱいあるけどやっぱ自分でも気にしてるとやっぱり言われたりとか、そうだからいいか悪いかさいいか悪いかで判断しちゃうからさ、うん、で結局なんか今度どんどんそのサイクルに入っていって今度じゃあネガティブに考えてる自分がまたダメなんだってなるけどどんな自分でも OK いい。そう、そうやってネガティブになってもいい、いい今ネガティブならネガティブ感じよう。そうそれでもいいし感情だからね。だから生きてるってさそういうことだよね。今ほんと死からこのに変わるけどさ、うん、死っていう意味って生まれるっていう意味でもあるし、うん、生まれるって死っていう意味でもある。だから結局陰と陽が常に一緒になってるみたいな、うんうん、ポジティブっていうことはネガティブがあるってことだしネガティブを感じてるってことはポジティブがあるってことだから常にあるんだよ。どっちもある。そうだよ。その中で自分が心地いいことを選択していくどう生きたいか、うん、そうそうそういうことですね、うん、今日はこんな感じで海にしてたもん綺麗だしね。綺麗天気もいいね。みんなにこのサンディエゴの最高のエネルギーをお届けそうラブ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 。いやまたなんかね、うん、一人死んでまた子供も生まれてうんまたなんか新たな発見があるよね、うん、そうだこれが生きてるなっていうなんか思うよ、うん、そうだ自分でも自分が生きてる生きてる感がある、うん、あるあるある、うん、そんな感じで、うん、皆さん楽しい一日を過ごしてください。あと質問も募集してます。そう、毎週土曜日セルフケアサタデー私たちに聞きたいこととか子育てのこととかでもいいしねそう何でも恋愛の相談でもそう、ね、何でも答えます。引き寄せるから、うん、その引き寄せ
感じで。じゃあまた、じゃあねー、サブスクライブお願いします。